新年おめでとうございます。松田聖子です。ローグワン見に行ってきました。正月1日のね、要するに元旦から行ってきたんですけども、もうロボのね、活躍が超涙ぐましいね、皆殺しの傘下、ローグワン行ってきました。思った以上なハードな内容でとても面白かったです。今日はですね、このローグワンを見に行って、帰りの車の中でね、またあることないこと全部明かしてますので、今からログワン見に行こうとしてある方とかですね、スター・ウォーズファンの方はこの動画見ない方がいい。何か言うと、ほんまに全部言ってますから、何の気遣いもなく全部言ってますのでね、絶対見ない方がいいと思います。おすすめします。どうもお疲れさまでございました。疲れた。いやー、お疲れさん、ちょっとね、ハードな感じでしたね。そうですね。どう言ったらいいですかね。お笑いパートはなかったですね。ですね。大体お笑いパートはあるんですけれども、言うたらロボがね、ちょっとコミカルな役を引き受けてくれた中で、あとね、人間、登場キャラクターでね、そのふざけたやつはね、一人もいませんでしたね。おるとすると、いっちゃんが活躍したということでしょうかね。なんかとんでもないの止まってますよ。すげえな、なんやねんここれれ。はね、これはね、エヴァンゲリオンだ。ランボルギーニですね。ちょっと感想をちょっと聞かせてください。ちょっと、どんなもんやったでしょうか。そうですね。はい。一応ネタバレになるのね。いや、もうネタバレをもう。一応視聴する際は、あ、そうかそうか。気をつけてください。見ない方がいいな。見ない見方がいいないとね。もう全然、もうみんな言ってしまいますからね。ストーリーから何からね。誰が死んで誰が生きるかっていうのも全部言ってしまいますね。そうですね。言っちゃいますね。とりあえずあれですね。はい。なんだろうな。どんなもんでしょうかな。今まで、はい。結論から言うと、わからなかったことが、はあ。全て繋がったって感じですね。ああ。結論としては。俺はね、もう最後の怒涛の、最後のほんまに怒涛の何分間とかな、ラスト5分とかラスト10分とかね、めっちゃ良かったね。そうだったああ、良かった良かった。本当に、モン・モスマのね、最後のエピソード4の、1970何年の、あれの一言、ここまで来るまでに、いっぱいの命が失われましたと言って、その出来事を語って、そう、一言をここまで引っ張ったって感じでしたね。ようさん死にました、本当に。ローグワンはね、全滅でしたね。全滅したね。ちょっとね、ハードでしたね。死にましたね。さすがにあそこまでそのハードは、なんかこう、一人ぐらい生き残ると思って。いや、俺はちょっと思ったんやけどね、もう何分後ぐらいからはちょっとやばいなと思ってたんです。でも数々の犠牲が出たとか言ってるぐらいないからな。全員死なない意味ないし。基本的に、ほんで、なんかこう、なんつうの、こう、もう無名キャラみたいなね、将軍とか一人も出てきません。あとね、感動のところはね、やっぱりね、最後のラストのラストのラストの、2秒か3秒、ですね。5秒、そう。10秒。なんと、よかったね。一瞬、短い間でしたけど、目を凝らしたんですけどね、一応。どうやってんのって感じでね、CG やろか。似てる人じゃん。え？似てる人ちゃうか。いやー、俺は CG やと思ったけど。CG かな。以前の画像を使ってっていう。わかるかな？で、体型が似てる人とかかな。体は、別の人がやって、顔だけ、こう、前の映像を使って、で、こう、描いた CG 画像やった、CG 例やったんじゃないかというね。CG でもあそこまでできるもんなんかな。これほんまに、よかったね。な。もうネタバレですのでね、言いますけどね、絶対これ聞かん方がいいけどね、最後、レイヤ姫出てきますんで。言いましたね。出てきました。はい。ちょっと感動しましたね。設計図を手に取って。いや、俺、出るやろなっていうのあって、レイヤの育ての親父がね、なんとか大金議員が、
あの彼女ならやってくれるってちらっと言ったから、あ、レイヤー出るなと思ったんですよ。出ました。ほんでね、まあ、これ見終わったこの瞬間にさ、DVD でエピソード4、ニューホープ見よう、新たなる希望見ようと思ったやつは、98% ですね。そうですね。これを見終わった後、そのまま、つなげてニューホープを見るのが正解なんじゃないですか。そういう意味じゃこれは本当にこのローグワンっていうのはスターウォーズゼロかもしれませんね。逆にね、あの設計図を手に入れてなかったら、そう全部終わってたわけだから、まあ、まさに あの一枚のなんかこうカードみたいなあこからね、出てあのデータを元に、あのデータをあの、そう、あの何秒か何分がごとに、が号に、R2 にあれペコンとね渡して、でそこで助けてオビアンケノービン、あなただけが頼りです言ってR2 に入れて、でカプセル発射ですんで、そしてルークに、そうベイダーはあの登場する初めて登場する前にあんな大活躍してたんですね実は、あの 何分か前に、もうまさにあの当日の話ですのでね、本当ね、まあ、当たり前けど、ベイダーは圧倒的に強かった、圧倒的だったね、圧倒的だった、ピンチのシーンが全くないっていうか、あいつが出たらもう、ああもうみんながもうやばいわーって感じになるのが分かったね、もうあの映画館見に行ってる人もね、負けてるシーンがなかった、せやベイダーが出た瞬間にうわーっていう声が漏れ聞こえてきましたね、漏れてましたね、僕も言っちゃいましたね、あはは、君かーって、全部終わってしまうんですよあいつが出てくると、ベイダーがね圧倒的に強かったね。それともう一個ね、これもあの前半にビビりましたけれども、またね、またターキン将軍が出てきてくるんですよ。あー、おったよな。ターキンどうやってね、どうやってんねんっていう話なんですよ。あの人出てたよな、普通に。もうワンに出れますんで。言うたあのピーター・カッシングをどうやって、まあいいか、あれ CG かなあの人。何やろ。ターキンめちゃめちゃ出てたんでね、あの長い間 CG で持たすっていうのはどうかなって思うんだけど、もしあのターキンが CG やったとしたら、もう俳優いらん世界、俳優のいらない時代に到着する、到達したということになってしまいますな。ちょっとシュメイクちゃうかな。あ、似たような人をターキンメイクしたと。その骨格とか似てる人が使ってさ。レイヤーもそれちゃうの。レイヤーもびっくりしましたね。まずレイヤーの本人が死んでるやんか。そうなんで、で本人死んでてもね、まあ、あの年齢的なもんでも 400% 無理ですのでね、もう完全にあの姉ちゃんの一番最初に出てきた時のレイヤーが出てきました。あのそういう意味でもね、多分特殊メイクやろうな。だから俺らみたいにね、こうずーっとこうあのスターウォーズをね小学生から見てるあの人間が見たらですね、キャッキャ言って喜ぶシーンがチラッチラッといっぱいありましたね。どうしたか。例えばね、俺気がつきましたよ。はい、宇宙港でね、なんかあの、ルークに因縁つけてきてたやつに、似たような顔のやつが出てきたりね。あー。覚えてないから、酒場でな、ルークに、わかるわかる。してる？あの、ハンソロに殺されたやつ。そう。せてかな、なんか、そう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 。なんかこう、因縁つけてきたやつの、なんか、あいつ似てるような種族が出てきたりね。なんかもう、そういうなんかこうあれですね、 あいつチラッと画面のこう端っこの方にチラッチラッと映る面白さっていうのが非常にありましたね。な、いやそれ言ったらあれやもんな、あの R2 と C3PO も、あ、実は R2 と映ってたもん、 C3PO も実は出てます。ちょっとだけあったけど、ちょっと出てます。なんとね、出せへんわけないやろなと思って、絶対どっかで出ると思って、あのまあチラッとでも出といたらまあ出ましたよってことになりますのでね、象徴やもん、あとね、あとね、あのジャイアント馬場のね、ジャイアント馬場のネタもありましたね。え、気がつきませんでしたかね。何ですかね。脳天からたき割れで、あの相手を倒すっていうシーン、あー、ありましたね、ありました、ケイがやってました。そうだから脳天からたき割りと、それとイッツァンですね、まあ、あのドニーエン、400% の、座頭市でしたね。ですね、完全なる日本好きやな、
だから日本ネタとしてはやっぱりあの能天からたき割りと言ったんじゃないかな。ドリーエンのアクションは相変わらずすごかった。なんか猛烈でしたね。相変わらずやった。ローグワン非常に、ね、楽しくてですね、まあ、あのちょっとハードな感じですのでね、あのちょっと重ったるしい空気でずっと進みます。それだけは確かですね。コミカルシーンなし。コミカルシーンなかったね。本当なかったな。でも俺は逆にね、こういう風に来てほしかったんです。そうな、俺ね、あのディズニーにスターウォーズが買われたのが一番心配やったんが、それやったんです。実はディズニー面白いんですけどね、ディズニーなんかこう毒が抜けてしまうような気がしてね、人が死なない。やっぱりね、これぐらいのその迫力で来てほしかったですね、僕はね。もうあの、まあそういう意味で、あの俺は結構というか、まあ思ってた以上に面白かったかなと思いましたね。まあまあ、ラストの10分ですよ。ラストの10分のあの畳みかけでね。ああ、だいたい言い尽くしたかな。そうやな。あとなんかないやろか。あとね、何があったかな。ポップコーンちょっと食べすぎましたね。ああ、そうですね。お腹いっぱいだったね。そうやね。あとは、まあ新年がまたスターウォーズで開けたっていうことでしょうな。去年はフォースの覚醒の、そうフォースの覚醒、そしてまあ夏にはねゴジラを見に行って、あっこがいすげえやで、ね、そうです、怖いな怖いな。まあまた今年もね、あの仕事は忙しいと思いますけれども、はい、暇を見つけて、はい、また俺キャンプとか行ったりしてね、後に続く人が指針になれるようなね、まあ言ったら俺の先達ですのでね、オートバイとかね、キャンプとか、まあ、今年は僕も波乱の一年になるでしょうね。そう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 、お前もまたあのその新世界に飛び込むわけやしな。そうやな、人間はこうやって前へと進んでいくんです。このお前は思い出せばいいわけです。はい、道具ワン、ローグワン見に行ったよって感じでね、で今日のこの日のことを思い出せばそれでいいんですよ、ね。じゃあ最後に、じゃあ僕は歌いましょうかね。いいな、ま、じゃあ歌わずに終わります、ね。あの本年度も皆さん、メロリーナを片切ら動画をよろしくお願いします。